プニュクスの縁弾。背後にアテナイのアクロポリスが見える。撮影者は東を向いている。アテナイの地図。プニュクスは南西に位置する。プニュクスはギリシャの首都アテネの中心部の丘の古代ギリシア語での故障。現代ギリシア語ではプニカと呼ぶ。アテナイのアクロポリスの丘の西 1km 弱の ところにあり、シンタグマ広場の南西 1.6km の位置にある。パルテノン神殿のような古代アテネの建築に比べると、プニュクスは相対的に地味である。周辺を緑に囲まれた小さな岩だらけの丘で侵食された平らな岩の縁談があり、周囲の斜面に沿って階段が掘られている。そのような地味な外観にもかかわらず、アテネでもそして世界的にも、 非常に重要な場所である。プニュクスは、世界初の民主的立法府、すなわち、アテネの民会が会議を開催した場所で、平らな和のプラットフォームは、ベマと呼ばれる演説者の演壇だった。プニュクスは古代ギリシアの原則の一つ、イセゴリアを、具現化している。イセゴリアとは、言論の平等、すなわちあらゆる市民が、政治方針について発言する平等な権利を、 有するという考え方である。古代ギリシアの民主性の他の二つの原則は、イソノミアすなわち、法の下の平等と、イソポリテイアすなわち、投票における平等と、政治に携わる機会の平等である。イセゴリアの権利は、プニュクスでの集会の司会役を務める者が、個々の討論の開始にあたって発するガンマ、ロイプシロニプシロニヨタニューベータ。 ラムダイプシロンタウアルファイオタという言葉に表されている。プニュクスは、クレーステネスが権力を市民に譲渡した、紀元前507年頃からアテネでの市民集会に使われ始めた。当時そこは、市内ではなかったが、非常に近かったので集会には便利だった。プニュクスの丘は商業を呼び、社会の中心地だったアゴラを見下ろす位置にあった。 この場所で、アテナイの、いわゆる、黄金時代の大きな政治闘争が繰り広げられた。ペリクレス、アリステーデス、アルキビアデスらは、アテーナーの神殿であるパンテオンが見える、この場所で演説した。デモステネスが、ピリッピカと呼ばれるピリッポス2世への激しい、攻撃演説を行ったのもここだった。フランスの古典学者、ロバート・フラスリアは、プニュクスには、 最大で2万人の市民が立った状態で集まることができたとした。ベマの前の草地は古代には岩がむき出しになっていて約6000人がそこに立つことができた。この人数は当時政治的活動に参加していた市民の人数の推定値とすることができる。そこには500人の評議員のための木製の座席があった。彼らは集会で選ばれ。 都市の日常業務を遂行する人々である。後に交換を雨や日差しから守るため、二つの中廊または壁のある回廊が建設された。理屈の上では、全市民がここで演説する権利を平等に有すると、された。実際には当てないも、階級社会であり、リーダーと認められた者が、技術振興を支配する傾向があった。その多くはかつて、 アテナイを支配していた古い貴族の家系に属していたが、貧しい者が巧みな話術で民衆の心をつかむことが、できれば注目されるようになる。50歳を超えた市民が優先的に演説できるという規則があった。ペロポネソス戦争での非常事態の際に、加藤制による権力掌握が行われ、紀元前411年と紀元前404年の2回、 アテナイの民主制が中断した。30人政権と呼ばれるスパルタの影響で生まれた加藤制だったが、紀元前403年には再び民主制に戻り、プニュクスでの集会が再開された。紀元前338年、カイロネイヤの戦いで敗れたアテナイはピリッポス2世に征服された。しかし、デモステネスの反乱が起きた。 紀元前322年までは内政を民主的に実施していた。彼の死後も、アテナイでは内政を民主的に運営し、それがしばらく続いた。1865年から1895年頃に撮影されたプニュクスの階段。西に向いて撮影。1910年、ギリシャ考古学会が、この場所の発掘を開始し、そこが間違いなく、 プニュクスであることを確認した。1930年から1937年まで、ホーマー・トンプソンが数回にわたって大規模な発掘調査を行った。発掘によって、プニュクスにあった主要な建築物の基礎が見つかったが、それら以外には何も出土しなかった。紀元前330年と紀元前326年の間に建てられた二つの大きな中廊 同時期に建てられた、ゼウスの祭壇、ゼウスの聖域などである。しかし、それらはいずれもプニュクスが、政治的重要性を失った後に建てられたものである。今日、プニュクスの遺跡はギリシャ文化省の戦士、古代部門が管理している。周辺の緑地はフェンスで囲まれているが、日中であれば、誰でも、無料で見学できる。ありがとうございます。